いい時もあると思うし、悪い時もあると思うから、それをみんなで助け合える、それがチームだから、そういう気持ちやっていこう。本当いいことばっかじゃないと思うから、だからいい思いできるようにみんなでこの1年間も力を合わせていく。 OK、 あとはもうこのご時世だから十分気をつけて、そういうところで活動しているという自覚を持ってやっていきましょう、はい、じゃあヘッド、はい、おはようございます。今日は紅白戦やります。 1位のチームは何もなし、 2位のチームがグラウンド代2000円、 1位のチームは1人1000円、5000円の罰金ということでレガシー代に当てたいと思います。はい、サンキュー、行きましょう。サンキュー。はい、チーム上竹、優志郎、斉藤、源津、草木、はい、1位、はい、工藤チーム、工藤、金田、よっしゃー、工藤、和成、大木、坂本、はい、杉山チーム、杉山、有野、新井、高政、おいちょ、はい、サンキュー。ということで今年はやっていきましょう。早速紅白戦開始です。先発はキャップ、先攻はアリちゃんチームで試合が始まりました。昨年最多勝に輝いたキャップ、今年はどんな投球を見せてくれるのか楽しみです。アリちゃんチームの1番バッターはおいちょ、昨年は盗塁王、そして打率3割の成績を残しました。紅白戦のルールでワンボールワンストライクからスタートです。キャップの1球目、幸先よくストライク先行、そしてキャップの2球目、インコース際どいところも和成監督の手が上がらずボール、もしかしたら入ってたかもしれないです。キャップもこの表情。フルカウントになってキャップの4球目、ここは外れてフォアボール、昨年の盗塁王大井が出塁です。するといきなり仕掛けてきました、大井が盗塁です。これはゆうちゃんが投げるも送球が上にそれてしまいました。それを見た大井が一気に三塁へ。先制のチャンスにバッターはアリちゃん、アリちゃんの打球がピッチャーゴロになるもこれをキャップが捕球ミス、この間に大井がホームイン、アリちゃんチーム先制です。ワンアウトランナー一塁で3番アラリク、このピッチャーゴロを今度はしっかりさばいてツーアウト、続く4番杉山岡は内野フライに抑えてこれで3アウト、キャップ立ち上がり1失点となりました。続いてマウンドに上がったのはアンダー投手、去年は91回と3分の1を投げて投球回数第1位でした。今年も大車輪の活躍が期待されます。1番バッターはキャップ、この打球をアンダーがさばいてワンアウト、続く2番打者のゲンツを追い込んで外のボールを振らせて空振り三振、ツーアウトとなって迎えるはスマブラの主砲おかわり、ここはスライダーで追い込んで続く2球目、スライダーを続けて空振り三振。監督チームの攻撃に対してマウンドに上がったのは杉山岡、去年は防御率 1.65 の成績を残し、キャップとともに防御率ナンバーワン投手になりました。今年も期待が大きいです。監督チームの1番バッターは光輝選手、フルカウントで迎えた4球目、ここは外にそれてフォアボール、すかさず監督チームが作戦決行、光輝選手が盗塁、するとアリキャノン、この臨場感あふれるアリキャノン、もう1回見てください。アリキャノン炸裂するも間一髪セーフ、ワンアウトランナー二塁となりバッター周本、ここは打ち上げてツーアウト、ランナーを二塁に残してバッターはアンダー、この痛烈な打球がショート強襲ヒットとなりツーアウトランナー一三塁とチャンスを拡大、この場面で和成監督に回るも空振り三振、杉山岡ナイスボールでした。そして2回の表アリちゃんチームの攻撃になります。いきなり先頭大井選手がバットで見せました。この捉えた打球、この打球がセンターの右を抜けて長打コース、大井選手が快速飛ばして一気に三塁へ、三塁打となりました。初回に続いてノーアウトランナー三塁で回ったアリちゃん、この放った打球、この打球が前進守備の内容を破って1点を追加、こちらチーム2点目です。その後ツーアウトランナー2塁としバッターは杉山岡、これは打ち上げて3アウト、
そしてアンダー2回目のマウンド、キャップチームの攻撃です。この回先頭バッターのゆうちゃん、ここは変化球を打たせて内野フライ、ワンアウトです。続くバッターは斉藤くん、ここも内野フライの抑えてツーアウト。続くキャップにはフルカウントになり、低めに外れてフォアボール。キャップチーム初めてランナーが出塁しました。この場面アンダーに注目してください。素早い牽制、この牽制でキャップがスタートを切っていました。挟まれてここはアウト、スリーアウト、チェンジです。そして杉山岡2回目のマウンド、監督チームの攻撃です。先頭バッターは幸喜選手、ここはインコースのボールを出せて外野フライ、ワンアウトです。続く2番バッターは金庵、今度は外のボールを打たせて外野フライ、ツーアウトです。続くバッターはシュムモト、フルカウントからアウトコース低めのボールを見極めてフォアボール。監督チームツーアウトから出塁です。しかしここはアンダーを三振で抑えてスリーアウト。そしてマウンドに上がったのは2年目を迎えた斉藤くん、活躍が期待される貴重な長身サウスポー。この紅白戦でどんな投球を見せてくれるのか。アリちゃんチーム3回目の攻撃、先頭バッターはここまで2打席出塁のオイチョ、そのオイチョを内野ゴロに抑えてワンアウト。続くバッターはアリちゃん、日頃から一緒に自主練している相手に対してちょっと力んだのか、ここはフォアボール。ワンアウト一塁となってバッターは高政、ここもボールが外れて連続フォアボール。ワンアウト一二塁の場面でバッターは荒陸、この痛烈な打球、荒陸が放ったこの打球をキャップがさばいて金庵へ、金庵からファーストへ。斉藤君ここはダブルプレーでしのぎました。そしてマウンドに上がるのはスマブラの軽芸こと幸喜選手、昨年の11月に入団しシーズン終了までに3勝を挙げた選手です。ダルビッシュ春季大会では最優秀選手賞に輝きました。2点を追いかけるキャップチーム3回の攻撃は先頭ゲンツ、何が何でも出塁したい場面ですが、ここは外のボールを打たせて内野フライ、ワンアウトです。続くバッターはスマブラの主砲おかわり、そのおかわりに対して外のボール、これを打った、おかわりが外のボールを逆らわずに宇宙間へ、ナイスバッティングです。これは長打コース、おかわりが走る、二塁を蹴って三塁へ。キャップチーム得点の大きなチャンスを迎えました。ワンアウト三塁の場面でバッターはゆうちゃん、そのゆうちゃんを追い込んで外のボールギリギリいっぱい、見逃し三振、ツーアウトランナー三塁となりバッターは斉藤君、ここも外のボールで空振り三振。監督チーム3回の攻撃、ここでマウンドに上がったのは成人を迎えたばかりの荒陸、改めておめでとう。先頭バッターは和成監督、ここは高めのボールを打たせてピッチャーフライ、ワンアウト。続くバッターは幸喜選手、この場面幸喜選手が見せます。この打球の行方は、完璧に捉えたこの打球、打った瞬間分かったと言っていいでしょう。ナイスバッティング、幸喜選手ホームランです。監督チーム、これでアリちゃんチームに1点差に迫る待望の得点。幸喜選手のこのホームラン、映像で振り返りましょう。インコース甘く入ったボールをしっかり振り抜いています。このまま波に乗りたいところですが、左打席で入った金谷を外のボールで空振り三振。続く春元に対しても外のボールを打たせてピッチャーゴロ、ホームランこそ浴びましたが後続をしっかり抑えました。そして斉藤くんの2イニングス目、アリちゃんチーム4回の攻撃です。時間の関係でこの回が最終回になります。先頭の杉山岡を内野ゴロに抑えてワンアウト。続くバッターオイチョに投げたこの1球、ご注目ください。
もう一球リプレイで振り返りましょう。左ピッチャーが右バッターの内角に対角線上で投げ込むボール、クロスファイヤーです。1球で追い上を追い込み、続く2球目このボールも外いっぱいストライク、斉藤くんナイスボールです。このまま3人で切り抜けたい場面、バッターはアリちゃん。いつも一緒に自主練をしている相手にまた力んだのか、ここはフォアボール。アリちゃんこそフォアボールで歩かせましたが、続く高政を追い込んで変化球で見逃し三振、斉藤くん2回無失点です。そして先ほどホームランを放った光輝選手が2イニング目、キャップチームこの回得点をしなければ最下位が確定してしまいます。意地を見せたいところ、先頭はキャップ、しかしここは打ち上げて外野フライ、ワンアウトです。なんとかランナーを出したいキャップチーム、続くバッターゲンツ追い込まれて、ここは光輝選手がズバッとストレート、見逃し三振。このまますぐには終われないキャップチーム、先ほど光輝から三塁で放っているおかわり、ここは打った痛烈な打球。おかわりが放ったこの打球を映像にはギリギリ映ってないんですけど、おいちょが弾いてしまいました。アリちゃんヘッド、そしてカネアンから打撃礼が飛びます。続くバッターゆうちゃんもしっかりボールを見極めてフォアボール、後ろにつなぎました。このチャンスでバッターは斉藤くん、ここは打ちますがピッチャーゴロ、キャップチーム再開が決まりました。そして監督チームも最後の攻撃、ここを無失点に抑えればアリちゃんチームの勝利が決まります。このまま逃げ切れるか。なんとか得点したい監督チームは先頭アンダー、そのアンダーが放ったこの打球、あらりくも高いと悔やんだこの1球を逃しませんでした。これは長打コース、1点を追う最終回、先頭アンダースリーベースヒットです。そしてバッターはこの男、和成監督。あっさりと最悪の内野フライでした。そしてこの場面でこの男がマウンドに上がりました、高政選手です。動画をご覧いただいている皆様はもしかしたら高政は内野手のイメージがあると思いますが、ピッチャーとしてスマブラに入団しました。しかもアンダースローです。その高政、いきなり光輝選手と対戦、速いまっすぐで押しています。しかし2球目でした。光輝選手が放ったこの打球、前進守備の内野を抜けてタイムリーヒット、光輝選手この日2打点目で監督チーム、アリちゃんチームに同点。そしてワンアウト1塁、ここで監督チームが動きます。ヒットエンドランです。光輝選手が2塁に走り、カネアンがしっかり内野ゴロを転がしました。一打サヨナラの場面でバッターは渋本、ツーストライク追い込まれて、最後は高政がズバッとストレートを巻き込み見逃し三振。新しいシーズンが始まって、去年のね、レギュラー出てたやつとか出てなかったやつとか全く関係ないので、全員がレギュラーを取るつもりで調整をしてほしいなというふうに思いますし、まあ、こういう状況ですし、まあ、寒さもあるので、まあ、無理だけはしないように、ぜひ来れる時に精一杯やっていただくと、そのためにはやっぱり怪我をしないっていうことと、日々の感染予防というところが本当に重要、一人一人になってくるので、ここでね、クラスター起きたら本当に全部辞退しなきゃいけないということになりますから、もう本当に一人一人意識高く持っていただいて、一人一人の配慮をお願いします。ということで、また来週以降もよろしくお願いします。お疲れ様でした。